おはようございます。おはようございます。刑務所生活5日目だぜ。というわけで今日から新しい監視長が来るようだが、一体どんな監視長が来るんでしょうかね。自由時間だよ。その声は飯塚監視長じゃないですか。お久しぶりです。久しぶりだね君たち。ツバイ刑務所から脱獄してその後僕からもうまく逃げたけど、結局また捕まっちゃったみたいだね。いやー、脱獄、ツバイ刑務所、何のことだが全くわかりませんね。ごまかそうとしているみたいだけどさすがにそれは無理があるよ。私はこのフィーベン刑務所に入って反省ばっかりしています。あずるい、マリサだけ反省している感出して。あの時はすいませんでした。もう脱獄なんてしないで罪を償います。まあフィーベン刑務所はこの前のツバイ刑務所よりもセキュリティがしっかりしているから、出ようと思って出たくても脱獄なんてできないと思うけどね。っていうか飯塚監視長はフィーベン刑務所の監視長になったんですね。まあいろいろとあってこっちの刑務所の監視長になったよ。なるほど。あれ、こっちじゃないんですか、自由広場。君たちは先日の体力測定の結果、こっちの自由広場で過ごしてもらうようになったよ。あ、そんなことあるんですね。しばらく私たちはこっちなんですか。そうだね、次の体力測定でまた変わる可能性はあるけど、それまではこっちの自由広場で過ごしてもらうよ。それで歯食事の時間までここで過ごしてね。了解しました。はい。まさかのもう一人の監視長、飯塚監視長でした。前の刑務所の監視長が来るってのは新しいパターンだよな。まあ飯塚監視長が来たことはさておき、こっちの自由広場に来れたな。こっちの自由広場って何かあるんだっけ。以前、どこかの資料室でこっちの噴水、丸石で補強工事を行ったみたいなことが、書いてあった本を見つけたんだよな。ほう、じゃあ丸石がどこかにあるってこと。おそらく。でもこれパッと見丸石じゃないよな。補強工事ってどの部分を補強したんだろうか。そもそもこれが何ブロックかがわからない。噴水も気になるんだが、ここのチェストも気になるよな。反対側の自由広場には何も入ってなかったけどどう？うん。とある囚人の日記を発見したぞ。お、なんか手がかりが書いてあるかも。じゃあ早速読んでみるな。何が書いてあるんだろうか。金久保監視長は馬でこの刑務所に来ているらしい。駐車場にある馬は金久保監視長の馬だったのか。サドルさえあれば馬を使って高いところや柵を越えられたりするかもな。でも刑務所内を馬で駆け抜けるのはさすがにリスキーか。金久保監視長って馬でここに来ているの？そこめっちゃ突っ込みどころよな。あんなに真面目な雰囲気あるのに馬で来ているとかお茶目なところもあるんだな。っていうかそうなってくるとマジで駐車場行きたいね。そうだな。リサイクルボックスもあるし本当に早く見つけたい。ここのチェストは本以外のものは入ってなさそうだな。こっから違う建物も見えるね。この辺は初日に紹介されなかった建物だよな。紹介されていないってことは私たちには関係のない建物、すなわち重要な手がかりやアイテムがあるってことにも捉えられるよね。でもまだ地上に出る手段がないんだよな。刑務作業の時とかに思い切って行っちゃう。うん。ちょっと危険すぎないか。あ、ここのドア開けとくか。え、そこに地下水路のところ。そうそう。また向こうの自由広場になってしまった時に来れるように。え、大丈夫かな。いや、大丈夫じゃね。最悪何か言われても私たちじゃないってことにすれば。この辺の村人のせいにするか。へっへっへ。すげえ、悪そうな笑い方しているじゃねえか。うん。あとは噴水のどこに丸石があるかというところだが、向こうの噴水と同じく何もないよね。噴水の下か、掘ってみようかな。あ、やっぱり噴水の下に丸石があった。おう、木材より先に丸石の所在が先にわかるっていう。でもこれで木材入手したらすぐ石のつるはしまで作れそうだな。木材さえ手に入れれば大きく進展しそうだね。こっちの自由広場の時は反対側の監視塔から監視しているみたいだね。本当だな。監視塔が2つある意味はそういうことだったのか。しっかり今回も似ているね。さっきの砂掘っているところ見られなかったかな。監視の存在を少し忘れていた。ちょっと油断していたな。まあ何も言われていないから大丈夫だと思うが。自由時間終了だよ。あ、了解です。なんだか懐かしいこの感じ。あ、私まだ出てないですよ。ってことで食堂に行くよ。え、私の食事の時間はなしですか。終了時間にすぐに出口に来てよ。すいません、ちょっと逆側にいたもんで。そういえば今日は刑務所に入って5日目だけど風呂とかあるんですかね。あ、今日は刑務作業じゃなくて風呂だよ。うおうおう、5日ぶりの風呂だ。というわけで風呂の時間まで食事をしておいてね。了解です。そういえば今日は風呂だったね。
一応、風呂って地下水路と繋がっているのは確認できているからな。じゃあ今日は食事の時間に地下水路探索はしない？そうだな、そもそも時間もないししなくていいんじゃねえか。食事の時間短いからねー。そういえばここの奥の部屋って何もないよな。奥の部屋、料理場のこと？いや、料理場の反対側にある部屋だな。チェストは何個か置いてあるが、何も入ってないんだよな。かといって部屋に何かあるかと言われれば何もなさそうだしな。ただの使われていない倉庫なんじゃない？まあそういうことにしておこうか。食事の時間をいち早く済ませてすぐに出入り口で待機するという囚人の鏡。脱獄を企てている時点で囚人の鏡ではないぞ。収容だよ。うわ、そっちかい。また霊夢は出てくるのが遅いね。いや、逆側の出入り口で待機していたんですよ。普通に考えて風呂はこっち側なんだから向こうの出入り口じゃないことはわかるでしょ。う、裏を書いたんです。何のためにだよ。さて、風呂の時間だよ。よっしゃ、風呂だ風呂。刑務作業くらいの時間は確保するからゆっくり入ってねー。了解です、ありがとうございます。おお、今回の風呂はこんな感じなのか。とりあえず私はすぐそこのチェストを確認するな。了解。ここもチェストの量がやばいな。スムーズに確認していかなければ。風呂は割とシンプルな作りになっているね。水路以外に行けそうな場所はないか。見た感じ何もなさそうだよ。お、とある囚人の日記を見つけたぜ。またもやとある囚人の日記。これは重要な手がかりの匂いがしますね。それ以外は何も。あ、松明があったぜ。松明、それも地味に重要なアイテムだね。他は何も入っていないな。よし、じゃあこの本を風呂場で読むとするか。オッケー、監視来たらまずいもんね。この刑務所から脱獄すると考えるとやはり駐車場が第一候補であろう。駐車場のゲートは厳重管理しているようだが、あそこから出る方法はないのか。ゲートの奥にも見える丸石の建造物も気になる。看板に何か書いてあるんだが、遠すぎて見えないな。また駐車場の話ですか。これは結構大事な情報になりそうだな。駐車場から脱獄ができるかもしれないってこと。そのようなことが書いてあるな。冷静に考えて駐車場は刑務所外の車も出入りしそうだし、そこに脱出の抜け道があるような気がするんだぜ。駐車場にいろいろあるのは分かったんだよ。私たちはどうやって駐車場に行くのかが知りたいんだ。やはり明日の刑務作業とかで一気に刑務所内探索した方がいいのか。一番探索できる機会があるのはそこだからね。まだ時間ありそうだから水路見てくるわ。あ、行ってらっしゃい。私は見張っておくよ。ここの鉄格子がなければな。奥に行けるんだが、せっかく水路を探索できる時間があるから何か掴んでおきたいんだが、これジャンプとかで行けたりしないか。普通に無理だな。他の方法を探そう。完全にくつろいでいるじゃねえかお前。いやー、たまにハリラックスして思考をリセットするのも大事かなと思って。割と間違ってないこと言ってるな。うん、ちょっと待ってくれ。どうしたのマリサ。おい、自由広場の鍵があったぞ。え、どこにあったのそれ。普通にさっき確認したチェストの中にあったぜ。危ない危ない、見逃すところだったわ。本当だよ、危なかったねそれは。でもこれで自由時間にも探索ができるじゃん。こんな大事なアイテムがここにあるとは。恐るべし風呂場。チェストを確認するのって大事よ。風呂の時間終了だよ。え、まだ風呂に浸かっていたいです。そんなに入っていたらのぼせるんじゃない。ゆでだこになってしまうぞ。まさにゆで霊夢だね。まさに。さあ帰りましょう、私たちの防兵。金久保監視長も言ってたけど霊夢が主導権に握りがちだよね。やっぱ私のリーダーとしての素質は隠しきれないか。お前キャラクター変わりすぎだよ。とりあえず二人とも棒に戻るよ。監視長早いですって。刑務所が大きいからスムーズに行かないと。ゆっくり行きましょうよ。ほら、早く二人とも棒に入って。はい、わかりました。それじゃあ明日の自由時間まで待機だよ。監視長行ったかな。行ったと思うぞ。いやー、やりましたね。自由広場の鍵を手に入れられたのはデカすぎる。ってことは次回やっと自由時間に動けるんだね。あの鍵付きドアの先に何があるのか。
気になるところだな。それじゃあ今日はこの辺で寝ますか。そうだな、お休みだぜ。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。